夢ラジオ第4760回、今日は令和5年3月14日火曜日です。時刻は午後7時、横浜港北、火曜の夜7時となりました。港北の街明かりは今宵もキラキラして輝いていますね。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。私は夢ラジオです。4760回目、今回はガーシーの議員辞職決定、こんなタイトルでお話ししましょう。ガーシーの議員辞職決定。懲罰委員会では全会一致でガーシーの議員辞職を求めるっていうのが採択されました。まあ当たり前っちゃ当たり前ですよね。一回も来ないと。で、よくわかんない理由で伸ばし伸ばしにしてる。帰国とか党員とか、これは国会に対する侮辱であり、そして国会議員の品位を貶めるって言われても、もう何一つ反論できないでしょう。明日の本会議で正式に決まるってことですが、もう今日の懲罰委員会で全会一致ということから、もうガーシーの除名は決定で、48党の斉藤副党首が今回国会議員になるわけですね。ガーシーはこれでとりあえず今まで名前だけはあった国会議員というステータスを失い、そして日本に帰ってくるチャンスも失い、そしてさまざまなSNS からはバンされちゃってますから、なかなか暴露という、それもこれからやりにくい。今後ガーシーが何か政治に関わるとしたら、やっぱり NHK 党で、あるいは立花さんとのコンビでっていうふうになりそうですが、なるはずだったんですが、その立花さんが党首辞めると、 N 党という政党も48党に変えると、これでその立花あるいは N 党というラインでガーシーが政治に関わるということもできなくなってしまいました。だからガーシーが怒っていたわけですね。今後ガーシーはドバイにいて、かなり制限された情報発信、しかもここに来てガーシーの脅しているような動画がね、割と汚い言葉でね、人を脅しているような動画がメディアでも、そして SNS でも出回るようになってきて、これじゃあちょっとっていう、そういう雰囲気になりつつあります。もともと国会には行かないということを公約にして当選したとはいえ、常識的に考えてその場所に行かなきゃいけないとなってるのに行かなかったら、そら辞めさせられますよね。会社でも学校でも。リモートやらんかいとかって言いたくなりますが、今そうなってない時にリモートになってないのが悪いんだとは言えない。それは合わせなきゃダメですよ。しかも帰ってこようと思えばいつでも帰ってこれたんだけど、トルコの被災地とか、意味不明なことやってるわけですね。ですからもう少しの猶予ったって、大人の世界でそれは認められないよね。いつ帰ってこれるかももうわからない。ずっと帰ってこないかもしれない、ガーシーは。それならもう議員もここで潔く辞めて、でガーシー自身議員の職に連々とすることはないって言ってたわけですから、ここでスパンと辞めて、そしてドバイでまた新しい活動を始めるべきですね。
しかし何度も言いますが、日本とのつながりが断たれ、SNS での発信というのもかなり制限された状態ですから、ガーシー、これから厳しい戦いが予想されますね。もう NHK 党はない。もう立花も裏方に回ってしまう。情勢が随分変わってしまいました。ゆめラジオ、今回はガーシーの議員辞職決定。火曜の夜です。